割安オリックス買い時かはい新田のさとみです今回のテーマです 1. オリックス株の現状は 2. オリックスこれまでの株価推移は 3. オリックスの株価は今後どうなるということでまずは1番オリックス株の現状はというところから見ていきたいと思います現在この動画を撮影している時点でのオリックスの株価は 1260円です配当利回りは6%平均が2%ですので高配当と言えますそして株主優待はありです自社取引先取扱い商品などカタログギフトから選べるということです2番オリックスこれまでの株価推移はということですが株価推移はご覧のようになっております 後ほどえ詳ししく解説いたしますオリックスってどんな企業なのかということですが日本の大手リース企業ということで多角的金融サービス業や55年間黒字を維持しているということそして世界37カ国地域に展開しているという企業になっています。 オリックスの事業内容ですが以下10の事業セグメントに分かれていますそしてまたこの一つ一つのセグメントで事業内容が多彩なんですねえ1から10まで読み上げますとまず法人営業メンテナンスリース不動産事業投資コンセッション環境エネルギー保険銀行クレジット輸送機器 オリックス U. S. A. オリックスヨーロッパ。アジア豪州とこの十のセグメントに分かれています。オリックスのセグメントの利益の内訳です。まあ海外が三十八パーセント。リテールが二十八パーセント。不動産十八パーセント。事業投資十三パーセントということで。まあ海外の比率がとても大きいというふうに言えると思います。 オリックスの経営スタイルです。リース、保険、銀行を中心に継続的に収益が入ってくるスタイルをとっています。ストック型ビジネスと言い,いまして、外的要因に左右されず事業の成長が見込めるビジネスということなんですね。要するに、一つの事業分野に集中することなく、リスクを分散することで、 利益の成長性性と安定性を共に実現できるこれがオリックスの強みというふうに言えると思いますではオリックスはどのように生まれたのでしょうか ?1964 年のリースから始まって、まあ、予診審査およびファイナンスの能力とものを取り扱う専門性という強みを生かしまして幅広く 事業を展開しているということがわかりますオリックスの歴史ですまず1964年オリエントリース株式会社を設立ということですね日本でのリース産業の将来性に着目した3商社5銀行により設立されています 1960年から1970年のイザナギ契機で産業界の設備投資が増大しますそこでリースという新しい金融手法で企業基盤を確立していきますここでですねリースとレンタルの違いはということを解説してみたいと思いますリースとレンタルですね契約期間はですねリースは 長期数ヶ月以上とといいうことが多いですレンタルは例えばレンタルビデオとかそういう感じで短期1時間とか1日以上という短期間であることが多いということなんですね。そして中途解約についてはリースは基本的には不可レンタルは可能ユーザーはリースは特定のユーザーでレンタルは不特定多数を対象にしています。 所有者はリースはリース会社が所有しているということですね。で、レンタルはレンタル会社が所有しています。保守管理については、リースがについてはユーザーが保守管理をする必要がある。でも、レンタルレンタルに関してはレンタル会社が保守管理をします。品物についてですが、リースは新品が多い。 肩やレンタルについては中古が多いということですそして月額料金ですがリースはレンタルよりも割安しかしレンタルはリースよりも割高そして期間終了後の扱い方はどうなるかと言いますとリースはリース会社へ返却または再リースですね そしてレンタルはレンタル会社へ返却または再レンタルというこういう違いがあるということですでは1970年代2度の石油ショックを乗り越えて、えー、オリックスは多角化そして国際化を推進していきます多角化の方面では商品サービス国際化は海外展開なんですが多角化については 貸付金、オペレーティングシステム、船舶航空機のリース、インテリア車リースの方に事、えー、業を進めていきますそして国際化の方ですが香港、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピンという風に海外展開を進めていきます1973年東京、大阪、名古屋の証券取引所で第一部上場を果たします 1979年ファミリー審判を設立オリックスグループ初のリテール個人向けの企業なんですね1980年代リース業界への新規参入が相次いで競争は激化していきます多角的な金融サービス業へ加速していきます、えー、多角的な金融サービス業としましてはグループ経営の強化 M&A も積極的に行っていくようになります 海外展開ではアジア中東での基盤の礎ということで多角的金融サービス業の方は OA 機器クイックリース、ベンチャーキャピタル会社、独身寮の賃貸事業、証券会社不動産の M&A に着手していきます海外展開の方ではスリランカ、台湾、中国、オーストラリア、ニュージーランド、パキスタンに展開を始めていきます そして1988年、ハンキュー・ブレイブスを買収してプロ野球界に参入します。1989年、オリックス株式会社に社名を変更します。1990年代、バブル崩壊するもユニークな商品やサービスで新規事業分野を拡大していきます。ではここからですが。 えー、オリックスの株価推移と日経平均を織り交ぜて。ご説明をしていきたいと思います。千九百九十一年。オリックス生命保険株式会社を設立。そして千九百九十七年には。通信販売という画期的なスタイルでの生命保険販売も開始します。千九百九十八年。オリックス銀行を設立します。千九百九十九年。 IT バブルですねインターネット関連企業というだけで将来への期待から軒並みで日経平均株価は上昇していきますしかし短期は期待で株価は上がるんですけれどもそれはずっとは続かないんです時間が経つと実力相応まで株価は下落していくということでオリックスの株価も下落していきます。2000年代国内 国外展開で強固な収益基盤を構築していきます2003年理想な銀行へ公的資金を投入銀行がバタバタ潰れ続けるのではないかという金融不安を止めたんですねオリックスの株価も上がってきます2007年4期連続で過去最高益を更新します2008年リーマンショックです 100年に一度の経済危機が起きたとのことで金融株を中心に売りが売りを呼んで株価は急落していきます。2009年、バブル後日経平均最安値ということでバブル後の日経平均最安値を更新します。7054円ということで日本経済の実力からすると安すぎるとして再び上昇局面へ。 そして二千十三年アベノミクスで異次元の金融緩和、個人を中心に金余り状態になります。で余ったお金が土地や株へ,へ移行してきて株価は上昇していきます。二千十五年中国バブル終焉へ、中国経済の伸びの鈍化で利益確定の売りが出始めます。翌二千十六年にチャイナショックで一時的に急落していきます。 二千十六年トランプ大統領が誕生。トランプ氏が大統領選に勝利します。で、米国で大型のえ株経済投資が行われることへの期待からトランプ相場が発生して日経平均株価も上昇していきます。二千十八年米中貿易摩擦です。アメリカ中国という二大超大国による貿易戦争が勃発します。 世界経済への先行き不透明感から投資家による株の売りが発生して下落していきます2019年10期連続で増益5期連続で過去最高益をオリックスは更新しますしかしまあ今年ですね2020年コロナショックということで都市封鎖や 外出自粛によって世界経済に大ブレーキが発生します観光移動宿泊業などで目に見える業績低下が顕在化していきますオリックスはですね航空機のリースもしていますし空港も運営していますので今後も影響が長,長引くのではということで株価も下落していきました これまでの解説を一枚にまとめるとこのようになりますではオリックスの売上状況ですオリックスの売上推移はこのようになっています設立初年度を除いて55年間毎期黒字を計上しているということなんですねで利益体質がしっかり確保できているということもわかります 3番オリックスの株価は今後どうなるということですが、現時点での株価は1260円になっています。今後どうなる？予想の前提です。こちらはオリックスの株価と営業利益をグラフにしました。現在、株価が本業の実力営業利益ですね。本業の実力よりも下であることがわかります。 実力と株価についてご説明します。株価が過度に実力以上になると最高値を記録して下がり始めます。株価が過度に実力以下になると最安値を記録して上がり始めます。ですから、投資をすることにおいて最も重要なことっていうのは基礎的な指標、ファンダメンタルズから実力を見通すことが大事になってきます。なぜならば、 株価というのは短期的には上げ下げを繰り返しながらも長期的には実力に見合った株価に落ち着いていくからなんです。ということでオリックスの1年後の株価はズバリ2051円を予想したいと思います。以上です。ありがとうございます。幸運を。